ます。あっという間に2ストライクです。内へのシュートが外れます。打ちました。これはどうか。ボールを拾ってツーアウトになりました。バッターボックス柳田、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトランナーありません。初球ボール、変化球ボールになります。ボール先行です。ストライクです。セカンドうまくさばいて一塁アウト、スリーアウトです。この回ホークス三者凡退です。1対0ホークスが1点をリードしています。赤星さん、今日のボールなんですが相当切れてるんじゃないですかね。そうなんですよね。バッターからするとまっすぐを待って打ちに行っていると思うんですが、でも分かってても空振りをするということはスピードよりもかなり速く感じてると思うんですよ。なるほど、本当にいいボール行っているようです。初球ボール、打ちました。これはどうだ。センターに抜ける。先頭バッター出ました。バファローズノーアウトランナー一塁です。さあ一塁に同点のランナーを置いています。バッターは後藤。送るのであればきっちり決められる選手ではありますね。はい。さあここは送ってくるんでしょうか。こういうクイックがうまいピッチャーっていうのがランナーとしては一番走りにくいんですよね。ファーストランナースタート、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。見事に盗塁を決めた場面です。これで追いつく可能性がぐっと高まりましたよね。やはり走力というのは大きな戦力ですね。はい、全くその通りですよね。強い当たり、ショートが抑えた。一塁アウト、ランナー二塁はそのままです。さあそして打席には T 岡田が入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。まあバファローズとしてはここで追いついておきたいところですよね。なるほど、そうですね。やはりピンチになると初球も慎重になりますね。ああやはりそうですか。低めの変化球でカウントを稼ぎます。低め決まってストライク、ワンボールツーストライクです。さあ4球目は何か。低め外れました。低めは外れました。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。外れてフォアボール。追い込まれてからよく選びましたね。そうですよね。
初球抜けてしまったでしょうか。大きく外れます。ここはゲッツー狙いのボールには気をつけたいですよね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。さあ3球目は何か。低めの変化球、空振り。ワンボールツーストライクです。変化球打った、二塁へ送球。これは際どかったが二塁や際どいタイミングも一塁はセーフ。よく走りました。ツーアウトランナー三塁一塁となりました。ジャストミート、落ちた、ヒットになる。ファーストランナーセカンドキャンバスを蹴った。サードランナーホームイン。バファローズ同点、1対1。なおも三塁一塁のチャンス。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで同点です。こういう場面で本当にいい働きをしますよね。果たしてこのままリードを取る展開へと持っていけるんでしょうか。ここでさらにつなぎたいですよね。さあこのチャンスでバッターボックスには4番のジョーンズが入っています。まず変化球で空振りさせました。ふわふわっと上がった、この打球はフライになっています。掴んでスリーアウト。勝ち越しは許しませんでした。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。しかしこの回バファローズ貴重な得点が入りました。3回終了1対1、バファローズ同点に追いつきました。小宮山さん、序盤での失点です。ただエースですからまだ期待は持てそうですよね。まあそうですね、ただこれ以上点をやると厳しくなるかなという感じはしますけどね。確かにそうかもしれませんね。外に決まりました。打ちました、取りました、アウト、ワンアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、一発が怖いですから、やはり低め中心のピッチングになると思いますね。ああなるほど、やはりバッターの特徴をついた攻め方ということですね。ボールになります。次が3球目。キレがありますね。確かにキレがいいように感じますね。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました、足立、アウト、ツーアウト。バッターは6番上林。まあ、ここはさっき打たれたスライダーの使い方には注意したいですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。これが2球目、アウトロー外れます。3球目打ちました、取ってスリーアウトです。この回ホークス3人で攻撃を終えています。1対1、同点です。
バッターボックスには5番中川。前の打席はカーブをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。改めてお聞きします、この中川バッターとしてはどういう特徴がありますか？まあ、チャンスの時に限って打ってくる本当に嫌なバッターですよ。ああそうですか。外へのボールは入りません。次が4球目。落としました。外れます。入れてきました。フルカウントです。変化球空振り、ワンアウトです。打席には6番バッター大城。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。二保まずは先頭バッターを三振に仕留めています。高めの変化球から入りました。こういう足のあるバッターが出塁して突破口を開きたいところですよね。そうです。2球目打ちました。取った。2アウトになりました。7番バッター若月。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですがセカンドゴロ、併殺打に終わりました。2アウトランナーありません。初球変化球は空振りです。変化球これは空振りです。ノーボールツーストライクです。これは内へ外れます。外、これは外れます。打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。ヒットになった。ランナー出ました。オリックスバファローズです。ツーアウトランナー一塁。厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。やっぱりねバットコントロールがものすごくいいですよね。バッターボックスは8番足立。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。さあ2球目は何か。落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。打ちました。痛烈な打球、高く上がった。レフトバックする、バックする。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー三塁二塁。ここは見事なバッティングを見せました。これで二塁三塁にしています。そうですね、いい形に持っていきましたね。さあバファローズ一
打勝ち越しのチャンスです。今勝ち越しておくとこの後のベンチの采配にもいい影響を与えるでしょうからね。うん、そうですよね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには後藤が入っています。変化球振っていきます。次が2球目。引っ張った、掴んで3アウト。勝ち越しは許しませんでした。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。バファローズ2者残塁です。ため息に包まれた京セラドーム、4回終わって1対1同点です。5回に入ります。7番から始まるホークスの攻撃、内川がバッターボックスに入ります。バファローズ同点で迎える5回です。2球目は何で来るか。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。取ってワンアウトです。バッターボックス甲斐、先ほどの打席で打点を挙げています。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはバファローズがエースの山本、そしてホークスが二保、この2人の投げ合いとなっています。変化球タイミング合いません。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。4球目は何で来るか。